ここですね。ああ、遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。東城会四代目、桐生一馬だ。何やと。これはこれは四代目、なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことがある。敵や、敵が来たぜ。くそ、神田のやつ。上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。せぇ、痛いのも見せたら今学期だ。くそ、しつこいやっちゃ。Yeah!
なんだ。くそ、違った。
4代目がここに来たんじゃ。いきなり何しやがる。それはこっちのセルフじゃ。こんなとこまで勝ち込みかけやがって。こんだけ。お前とはゆっくり話すわけにはいかないようだな。ああ仕方ねえ。力ずくで話聞かせてもらうぜ。消灯じゃ。俺とサシの勝負したこと後悔させたら行くで四代目。さあ、お前の知っていることを話してもらおうか。俺は何も知らん。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。
柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。シャワー頭弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。ほんまに知らんのじゃ。し、多分この絵階段は浜崎や。浜崎だと。し、あいつは密かにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちのシャバで暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴、そっちは大丈夫だったか。ええ、なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが。このボケが。こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純なやつが書けるようなもんじゃない。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い町なんすね。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。力也、自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。お願いします。兄貴、自分を東京にいさせてください。お願いします。分かった。だが一つだけ条件がある。もしお前があの絵の男を見つけ出したとしても絶対に一人では動かないでくれ。約束できるか。はい。よし、それじゃあ今日は一杯飲もう。お前にこの町を案内してやる。怖いことばかりの町じゃねえことを教えてやるよ。